新川キネマでも上映された雪の上変化新川キネマは愛知県壁南市にあった劇場映画館1929年に開館し1978年に閉館した昭和初期に壁海軍新川町潜伏から西山に至る農道が整備されたのと時を同じくして1929年には年度採掘場跡地に 映画専門館の新川キネマが開館した。開館時には帝国キネマから高田栄太郎がマネージャーとして派遣され、ハドソン社のオープンカーが走って宣伝を行ったという。活動写真の呼び名が映画に変わりつつあった年であり、弁士や学士が無声映画に音をつけていた。ピアノ、バイオリン二人、トランペット、クラリネット、コントラバス、シャ線の学士団は、 客席最前列の一角で演奏し、学士に対しては女性から数多くのファンレターが集まったという。新川キネマ前の能動は新川キネマ通りという愛称が付けられた。名鉄新川町駅新川キネマで多数の観客を動員した青い山脈の杉洋子と原節子戦後には、 劇映画の制作本数自体が激減していたため、田舎の映画館は戦前の作品を上映しており、新川キネマでは、愛前カツラ、人妻椿、雪の上変化、蛇姫様、無宝松の一生などが上映された。この時期に上映された洋画は、冒険と、小仙テナシティの2作品のみだった。1949年には、原節子主演の青い山脈が、 新川キネマでも大ヒットし、高浜、生誕東端などからも多くの観客が詰めかけた。1953年頃には建物のファサードを増改築し、チョイスを一人がケースに交換、映写室を1階から2階に移した。映画館内に誕生したばかりのテレビが設置されたのもこの時期である。当時の入場料は大人50円だったが、 月に1回ほど35円で入れる日が設けられ、立水の余地のないほどの満員となった。全国映画館、ソーラン1953年版によると、1953年の新川キネマは562席の座席を有し、邦画全般を上映していた。全国映画館61960によると、1960年の 新川キネマは563席の座席を有していた。新川キネマは、邦画全般を上映し、新川町の他館では、新森座が、東映作品を、浜劇画、邦画、洋画を上映していた。1970年代には、愛知県道304号壁南高浜環状線が整備され、新川キネマ通りは途中で分断された。 開館から50年目となる1978年には、新川キネマが閉館となった。晩年には、成人映画も上映していた。同じ年には棚尾の三映座も閉館しており、壁南市域から映画館が姿を消した。閉館後も、新川キネマ通りの名前は残り、キネマ通り商店街振興組合が存在する。今日では、街頭のデザインにも、 ひね通りというスかしが入っている。潜伏町三丁目に現存する、利用室、いちごと小屋の西南にあったとされている。ありがとうございます。